さあ、ということで、見つけたー。こんなとこにいたよ。あの犬は間違いない。さっきの子犬だ。安心しろ。何も、取ってこうってわけじゃない。おい、これ待て。R2 を押しながら犬を追え。いやー。R2 を押しながら、ほんとだ。うおー。待てー。猛スピードのこの戦いね。どっちだ、こっちか。おい、よいしょ。追いついたらいいのか、こっち。危ない。犬のスピードってマジでどうなってんのか。もうやばいよね、四足歩行。どこまで行くんだ。キリュウさんもよく疲れないよ、この速さ。犬のターンの凄さが特にすごいと思うわ、俺。まあ、犬だけじゃないけどね。お、来た。え、捕まえた。随分とは全く走らせてくれたな。あ、おい、ほら、怖くないぞ、寝てこい。おじき。あ、おじき、犬見つかりましたか。あ、お前たち、犬ならこだ、見つけたぞ。やりましたね、おじき。あー。ねえねえ、うちで飼ってあげよう。ダメだ。誰にも懐かないんじゃ面倒見きれないよ。諦めろよ。なんでこんなの飼いたいんだよ。だって、どうしたんだ。だってこのワンちゃん豆にそっくりだもん。豆？うん、昔、ママとパワーと一緒にいた時飼ってた犬、泉が生まれた時に飼ったんだって言ってた。でも、似ててもこれは豆じゃないし、とにかく、懐かないんじゃ。わかってるよ、豆じゃないのは。わかるけど私、朝顔に来る時、豆のことを連れてこれなくて。だからこのワンちゃん見た時、豆が会いに来てくれたのかって。そっか。ねえ、もし私になれたら飼っていい？ああ、まあな。ああ。でも、わた、頑張ってみろ。まあ犬も人間もみんな臆病だから、最初は仕方ない。だからってこっちも一緒に怖がっちゃダメだ。泉がそんな顔したら犬もきっと怖がるぜ。頑張れ。え、なんだ、どうすんだ泉。この犬が懐いてくれるまで頑張るの。頑張るって言ってもどうやって。ねえおじさん、犬って何が好物かな。そりゃお前犬って言えば。まだ子犬だしミルクだな。まだ子犬だし、ミルクだな。そっか、喉渇いてるかもしれないしね。おじさん、ミルク買ってきたよ。なんだって俺が。頑張ってみろって言ったじゃない。だから、私頑張るの。私ここで頑張って、この子と仲良くならないといけないから、代わりに買ってきたよ。わかったよ。じゃあ行ってくる。ミキオ、ミズミのこと見てやってくれ。ドッグフードでよかったのかな？どうなんだろう。てか、どこで売ってんの？そういえば。まあ、行ったな。一旦コンビニとか行く？コンビニなんてこら辺あったっけ？なさそう、情けなな、ちょっと遠く行かないと。あ、ドラッグストア。エビス屋で売ってんじゃね。あ、違う、これ買い取りだから違えや。ドラッグストアっぽかったけど全然違ったわ。しょうがないからちょっと、琉球街に出て、琉球通り。ここで、多分ある、確かここら辺にあったはず。違ったっけか。ここはカリウシアーケード。これどっかで売ってないかな。お、ここ売ってるかも。おい。薬屋の前だ。あ、薬売ってんのかな。お、素晴らしい。ちょっと買っとこうか。とりあえずこれでいいかなと。コンタクトレンズ、特にはいいかな、会計。はい。はい。オッケー。買っておきましょう。薬屋で買えるんだね、タウリナーとは。さて、その上でだ。どこにいるかなーって。どこだ、一体。どこで売ってるのか。街中、あ、でも市場じゃ売ってねえか、さすがに。牛乳でしょ？参りましたね。一体どこで売ってんのか。あれ、失礼しました。駅近だな、そうなると。駅行けばきっとなんかあるでしょ。駅どっちだっけ？こっちか。お、なんだ？お前、喧嘩売ってきた、めんどくせー。
しょうがない、やっつけてあげよう。さあ行きましょう、町のチンピラ。新しい特殊能力を手に入れたんですよ、実はこの裏で。そう、まあ、目に向けてこうやって、おい、ヒートゲージ使う。で、実を言うと敵の目の前で、あれ違ったっけ、やっつけちゃった。技能を獲得して挑発すると、あのヒートゲージが上がるっていうのを手に入れるように、手に入れました。能力ですけどね。さあここだ、駅前。このコンビニ、コンビニなら何でも売ってるでしょ。はい、 M ストア、ここで、買いましょう。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。なんだっけ、ドッグフードもあるのか。牛乳、一応ドッグフードも買っとく、万が一懐かなかったら嫌だし。まあ、こんなところかな。あとは特になさそうだしね。猫ちゃん、オッケー、お会計、はい、買っておこう。万が一懐かなかった時用にね。牛乳だけじゃ、ドッグフードも念のため手に持ちながら行って、だからまたまた買いに来る必要がないから。そうすればあんだけ走ったな、喉は乾くだろう。さあ、そして急いで、行こうか、泉ちゃんの元へ。またこれ喧嘩売られそうだな、こうやって走ってると。まあそれはそれでしょうがないけどさ。うい、あー、沖縄の民謡ね。いいよね、沖縄の曲。僕もなんか一応そのアルバム持ってて、沖縄曲の、沖縄曲って言うべきか、沖縄の曲が、入ってる CD 持ってて、それがウォークマンに入ってるんですけど、結構聴くんだよね。普通にいい曲たくさんあるからさ。さあ、そろそろだね。ロッカーの鍵も後々使おう、タイミングがあれば。おーい、持ってきたよ。おい、牛乳を渡した。飲んでくれないね。あー、おもちゃ、ゴンボール、猫じゃらし、なんて言ったって骨だ。ゴンボールだろ、探してきてよ。あー、マジか、どこにあんだゴンボールなんて。野球をしてる、朝子に戻って。あー、結構めんどくせえな。まあしょうがないけどさ、そんなんだったらわざわざ買ってこなきゃよかった。ゴムボール。しかし野球をやってるからって持ってんだろうか。普通のボールならあるだろうけどね。でもかといって革のボールを、使わせるわけにもいかないしね。さて。とりあえず、もう一回駅前まで戻ってだね。駅前こっちでいいんだっけ、逆か。琉球通りの。こっちだ。T と S が、両方あるところだね。ゲームやっててわかるあるある。もう交通ルールなんかどうでもいい。ここだね。こっから一旦じゃあちょっと、はい。朝顔前まで、おっと。何？コインロッカー。あ、44番のコインロッカー。へぇ。呪いのコインロッカーか。とりあえず今はちょっといくつか開けとくか、先に。おい。12番。まず。ロイヤルジョーカー。なるほど。そして。8番。壊れた時計。39番。さらし。あ、さらしは便利かもしんない。もしかしたら。何かあるかも。ちょっと待ってね。なんか。ちょっとした攻撃なら防げる。おー、いいね。あ、ダメか。まあ、とりあえずいいや、これで。これが使えるかどうかはともかくね。とりあえずは、よしとしましょう。そして、それじゃあ、行きますかな。駅、どうやって、これ駅じゃねえか。そういや。駅ってどこだっけ？あっちか。駅地下じゃなくて、ただ、ちょっと栄えてるとこだったっていうね。ごめんよ、今の。北琉球通り、こっから行けたはず。
あ、ここだ。あった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 。モノレール。はい。モノレールでどこ移動しますか？浅川前駅。ここならきっと大丈夫なはず。Now loading. さお待たせ。で、工事にボールを借りればいいわけだ。どこにいるかな、工事。外かな、基本的には。あ、いた！ラッキー。うん、工事、お前ゴムボール持ってたよな。うん、あるよ。よくみんなで野球してるし。ちょっと貸してくれないか。なんで？おじさん野球するの？いや、そういうわけじゃないんだが、ちょっとな。何に使うの？ちゃんと返してよ。あー、わかってるよ。なくしたりしたら弁償してよ、と。よくあるやつね。はい。さあ行きましょう。これでもう一回犬のところ行って。いや、しかしすげえな。あの犬も、あんだけ走っても喉乾いてないとか。でもなんか犬とか猫とか水飲むときってあれどうやって飲んでんだろうね。舌を出してこう、すくい上げてんのかな。めちゃくちゃ速いスピードで舌が動くじゃないですか。だからすげえなと思って。まあ、どういう原理でやってるのかわかんないですけど。あれスローモーションビデオとか今撮ったら面白いかもね。お待たせしましたー。はい。うん。モンボール渡した。逃げないね。警戒してみたいですね。あー、ダメか。どうすんのこれ。喜びそうなこと。うん。その辺ぶらついてくる。これでいいわけか。とりあえずは。あとは任せましょうか。そしたら。じゃあちょっとそこら辺ぶらついて、何かあったらちょっと、その数やっていきましょう。次回いきます。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかでした。えいでした。またね。またな。いや、丁寧だったら最後のまたなも変えろよ。